はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ブルーエンジェルです。さあ本日なんですが、マリン説を組んできたので、ご紹介していきたいなというふうに思っております。ですね、噂によると、まあ次のパックがその新鋭のデュエリスト編に絡んだカードが来るんじゃないかって言われてまして、マサデルの方で、OCC の方ではですね、まあバトルオブカオスっていう、まあ、パックが来て、でまあ新鋭のデュエリスト編っていうカードがまあ同じような時期に発売になってまして、まあそれが次のねマスターデュエルのパックなんじゃないかって言われてるんですよ。でこの辺の中に、まあ、カジキのカードとか、まあ、シャークのカードとかあるんですけども、マリンセスが入ってまして、マリンセスちょっと強くなるんですよね。なので、まあ、この、新パック先取りということで、触っていこうと思いまして、組んできましたと。で、マリンセスは何するかっていうとですね、まあ、簡単に言うと、めちゃくちゃ、耐性があって、打点が高いグレートバブルリーフっていう、まあ、リンク用のモンスター。これを、バトルオーシャンっていう、このフェード魔法を貼って、出して、で、ビートしていくっていうデッキです。まあ、リンク4のこのモンスターになってるんですけども、このね、バトルオーシャンっていうカードの効果がですね、ちょっと癖が強くてですね、マリンセスモンスターの、攻撃力が200ポイントマスオンアップして、で、さらに装備しているマリンセスカードの数かける600ポイントアップすると、まあ、要は3枚とか装備していると、1800アップして、で、さらに200アップするから、なんか2000アップするみたいな感じですね。で、クリスタルハートを素材としてリンク召喚したエクストラモンスターゾーンの自分のモンスターが効果を受けないと相手の。つまりですね、クリスタルハートっていうやつが、こいつなんですけども、これなんか、この人を使ってリンクすると、バトルオーシャンの効果で何の効果も受けないクソ打点高いマリンセスが爆誕するよっていうことなんですよ。で、自分がエクストラモンスターゾーンにマリンセスリンクモンスターをリンク召喚すると、マリンセスリンクモンスターを装備できるっていう効果があって、まあ、要は、これを貼って、このドデケイ、グリッドバブルリーフを出してビートしていくっていうことなんですね。つまり。で、これをやっていくために、初動札が、まあ、2種類ありまして、このブルータンっていうカードと、それからまあシーホースっていう、これどっちが来てれば、まあ、リンクが伸ばしていきますと。まあ、最低リンク差まではいきますっていう感じですね。で、ここにプラスして、上振り札として、まあ、パスカルスっていうモンスター、これは超感特殊感成功時に手札からマネセス出したりとかできるんだけども、これとか、マンダリンとか、こいつはあの手札ポッチに、こいつがいて、自分のフィールド上にマリンセスが2体以上いると、リンク先に特殊ができるってモンスターなんだけども、この辺のモンスターがあると、リンク4まで行きますっていう。まあそういう感じですね。まあこれをどっちかを引いていて、で、さらにまあパスカルスか、マンダリンを持っていれば、まあリンク4まで行けるっていう感じ。で、サイバレットマイニングっていうカードが一応、まあこう、食らっちゃうんだけど、手札1枚捨てるとデッキからサイバーソーク持ってこれるから、これで全部のカードになんかアクセスできるみたいな感じですね。ギミック上の。はい。で、あとは、まあ、誘発ケアと誘発をたくさん入れていて、まあ先行でもここでも一応動けるようにしてるんだけども、ね、基本的に、やっぱね、このバトルオーシャンを張って、グレートバブルリーフ出したらまあ強いんだけど、相手の妨害はしないんですよ、全く。このテーマ。一切妨害しないんですよ。この展開の中で。まあ、ちょっと新しいモンスター来るとまた別なんだけど、現状何もないので、妨害が。まず妨害として用意しているのが、まあ、手札やつ以外にね、このマリンセスウェーブっていうカードですね。これフィールドにマリンセスがいると、相手のフィールドのモンスターを、対象に取って、そいつの効果を無効にできるよっていう効果があって、まあ、これを手札から打てるんで、リンク3以上のモンスターがいると、マリンセスの。なので、まあ、これはガン済みと。で、さらにですね、相手の点が阻害するカード、これ、要は、グレートバブルリーフ単体で、まあ、ビートしていくデッキなんで、これカイザーコロシアムっていうカードとめっちゃ相性いいんですよ。これ自分のフィールドに、グレートバブルリーフ単体で入れると、相手は1体以上モンスターを出せなくなるからめっちゃ強くて。はい。ということで、カイザーコロシアムが入っていると。で、弱点は、グレートバブルリーフと、このマリンセスバトルオーシャンが貼ってあるときに、バトルオーシャンを破壊されるっていう。とか、バトルオーシャンをなんかその、まあ、バウンされるとか、そういうのが結構きついんですよ。まあ、ライトニングストームとか、結構きついくて。なので、神戦が入ってるっていう。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっと回し方はね、結構簡単なんで、見ていただければわかると思うんで、早速ね、ちょっと、まあ、完全体制、グレートバブルリーフを見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。オッケー、一番指導は来ている。マリン説もですね、おそらくですね、新パック次の、まあ、次か次くらい、次の次くらい。で、今日が来ると思うんですよ。リンク3と、リンク4のモンスター、あとそれから展開札が、おそらく追加されると思うんですよね。なので、今のうちに触っておくことをお勧めします。マリンセスが好きな方は。そんなにね、難しくないんですよね、マリンセスって。まあ、割と一番初動も、あって。で、ブルースラックの効果で、この、シーホースを回収して、まあ、これが基本ムーブみたいな、なんか ID 良さそうなんで、見せていきましょう。で、シーホースを特殊召喚。で、2体のモンスターで、まずは1回、シーエンジェル出していく。これはね、マリンセス
バトル王者っていうね、あのマリンセス界史上最強のフィールド魔法があって、でそのフィールド魔法をサーチすることができます。で、バトルオーシャンが、マリンセスのリンクモンスターが出ると、そのリンクモンスターに墓地からマリンセスを装備できるっていうあの効果があって、でそれで打点を上げていくっていう感じですね。で、なんか誘発なさそうなんで、ちょっとちょっともったいないけど、マイニング使って展開をちょっと伸ばしていきましょう。で、無限包囲を、捨てまして、で、マンダリンさんを持っていきましょう。マンダリンさんはですね、マリンセスが2体以上存在していると、まあ、あのリンク先に出せるっていう効果があって、でこれでリンク3分になりましたね、今ね、現状フィールドが。で、コーラルアメネモネが墓地からと蘇生があるんで、まあ、そいつがリンク1増やせますんで、これでリンク4の素材が確保できるということで、リンクモンスター2体を、墓地に送ってリンク召喚していきましょう。コーラルアネモネ、このモンスターは意外とあのマリンスじゃなくても結構使ってる人多いかもしれないから、まあ、知ってる人も多いかもしれないけどね。で、これで、コーラルアネモネに無限包容とかね、あのエフェクトベイラーとか打たれるとちょっとめんどくさいので一応装備してますけども、あのこの盤面で止まっちゃうこともあるからね。でコーラルアネモネの効果を使って墓地のシーホースを特殊召喚していく。でここで、この、まあ、効果モンスター2体を使って水属性の、クリスタルハートっていうやつを出すんですけども、これを出していくことが大事で、クリスタルハートを巻き込んでリンク召喚をしたモンスターがバトルオーシャンがあると何の効果も受けないっていう効果があるんですよ。だから、まあ、これグレートバブルリーフ出すんだけど、グレートバブルリーフっていうモンスターがクリスタルハート巻き込んで出しているから、今バトルオーシャンの効果で何も効果受けないっていう。でしかも、バトルオーシャンの効果で、あ、ちなみにこのコラーレモネの効果で次の初動を確保できた、回収しておいて四方層ね。で、グレートバブルリーフさんにこのリンクモンスター装備して打点がアップし、さらに何の効果も受けないっていう、これがねめちゃくちゃ強いんだよね。とりあえず適当にまあ装備しといてだな。グレートバブルリーフはね、お互いのスタンバイフェーズに墓地の水属性除外すると1枚ドローするっていう効果があって、で除外するしてあるゾーンからモンスター呼び下ろすっていうことができるので、まあ、一応特殊召喚したいモンスターをまあ除外しておくのがいいかなっていう感じがしますね。だからまあコーラルアネモネかなんか除外、しておいたら、まあ次のターンに戻ってこれるかなっていう、まあ、ここは除外したいモンスター残しておけばいいわ。ほんで、あと3枚フェーズでグレートバブルリーフの効果と、でちなみにこいつはカードを除外して1枚ドローするって効果なんだけども、グレートバブルリーフは、除外されると打点がアップするって効果があるんで、今これ5200なんだけど、5200で何の効果も受けないっていう、すげえ強い、すげえ強い。ヒーローライブ、あ、4000ライフはちょっと一回無効にさせてもらってまあ一回ね、一旦ヒーローアライブとかいうカード強すぎなんだよな。ヒーローも全然強いですよね、今ね。環境デッキと全然渡り合えるレベルで、あのパワーは高いですから。もう一枚あんのかーい、もう一枚あんのかーい。ゾウジトール、ゾウジトールだと意外とやばいね。これ5200っていうやつがね、結構やばくてですね、あれ間違えた、5200であろうと、このバトルオーシャンを破壊されるとマジでやばくてですね。そう、あのエアーマンって魔法トラップ破壊できるんですよ。これ非常にやばくてですね、これグレートバブルリーフ割られると、あ、これエフェクトベイラーすごいよく引いたから、これ打とうすごいよく引いたから、エフェクトベイラーを打っていく。でエアーマンのサーチ効果無効にしていく。強くないやばくない、強くないそれ。世界終了のお知らせ、エアーマンから出てくるブラストっていう、マスクチェンジモンスターがいるんですが、やつは魔法トラップカードを戻せます耐性が、耐性が消える、やめるんだ、そんなことをしてあげない。しかもエアーマンの子も通る、やばすぎる。うわっ、でも増人通ってるからまだギリギリなんかまくれる札を引く確率はある言うて。いやブラストめっちゃ強いんですよね、これ。これ一応、モンスターの打点を半分にするっていう効果発動して、まあそれは効果受けない段階になってるけど、それの効果に遅延して自分で魔法トラップ戻すと半分になるよ、これまずいな。はい、でこの半分にするか、それは効果は特に、あ、戻さないのこれ。あ、そう、このバトルオーシャンっていうカードを戻すといいですよ。あ、ブラスト効果、はいはい、ブラスト効果を使って、まあフィールド上のマジックトラップカードを戻すことができるんで、これでですね、ねえ、あのバトルオーシャン、あ、それなんだ、なるほど。え、なんかこのバトルオーシャン残ってるとこれ何の方も受けないでしょ。グレートバブルリーフ大丈夫か、
で、ソリッド召喚ね。はい。で、ソリッドマン召喚効果。バトルオーシャン戻せばいい気がするけどな。エアーマン。なるほど。エアーの効果。で、ヒーローを持って、あ、違う。魔法トラップかけ、ああそこで破壊するのね。なるほどね。はいはい。ただもう3200あるけどね。打点。大丈夫か？なんかその展開できるのか、これ、この後。で、ファリス効果。なるほど。特殊。なるほど。最強カード来た。マレイテスベーン！相手のカードのモンスターの効果無効にしていくぜ。残念だったら増殖するって引いた方全部強かった。オーケー！危ねえ！いや、こっから展開できないだろ、あのデッキ。有効ねえし。まあ、せいぜいリンク召喚して、お注射ヒーローをドレッドバスター出すぐらいじゃねえか。多分な。いや、3200突破できんだよ、これ。で、リンク召喚していく。あ、ベルテアナコンダ、なるほど。やるな。やるやないか。やるやないか。フュージョンですね、とか。エンド？あ、あいつライフ1500しかねえじゃん。ヒーローアライブ無効にされたからな、あの人は。一回ヒーローアライブ無効にされてヒーローアライブしてからな。2000ライフ払えねえってか。残念でしたね。グレートバブルリーフの効果を発動して、グレートバブルリーフの効果によって墓地のカードを除外してカードを一枚戻していく。ういあとはショットだけですね。展開して頑張って、でブラストの効果によって、あ、はい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 、いいでしょう。まあ、それは問題ないです。ブラストは適当にぶん殴ればまあ勝てるんで、まあそんなに難しくないですね。あ、行ってきましたね。で、グレートバブルリーフの効果使って打点がアップしていく。これ殴ったら勝ちじゃね。相手ライフ1000しかねえぞ。余計なソリティア必要ねえわ。さようなら。うヒーローの代償は重かったようですね。あー、まあ悪くない、悪くないですが、マンダリンしかないので、まあ、サイバネットマイニング通すしかないな。このマイニングっていうカードがね、裏のめっちゃ踏むんですよ。これがちょっとですね、弱いところですね。まあ万能サーチであるんですけど、カード1枚捨ててサーチしてるんで、裏めっちゃ重いんですよね。まあ、とりあえずシーホースいいか。今ほら裏ケアする服ではないでしょ、今手札に。だからね、これここに裏って言われたらめっちゃきついのよ。で、シーホースからの、まあ、一応これ通るんだったら、まあリンク召喚伸びるんだけども、まあ、とりあえずここで、ブルースラックで、ブルースラックリンク召喚成功時効果発動。ちなみにここに無限保養とか言われても普通にきついです。割と誘発は全部踏みます、結構。だからまあ、はからまさとガン詰めしてるんだけどさ。で、シーホースを特殊召喚していく。あ、通りそうだね、通りそう。あとニビルがあのケアできないので、まあニビル食らったら、まあそこで考えるみたいな感じかな。で、こうでしょ。で、シーエンジェルからのバトルオーシャンを持ってくる。まあ、ここからはもう普通にあのマンダリンがいるんで、まあ、最大展開ですね。一応、マリンセスの。マリンセスって、あれなんですよ。展開力、まあ、そこそこあるんだけども、あのモンスターの、ボッタチエンドが多いので、1体エンドが多いので、まあ、カイザーコロシアムとか入れてる、構築もありますね。はい。もう強いと思う、普通に。まあ、バトルオーシャン、あ、怪獣とかもいっちゃきついからさ。はい。まあ、あの、グレートバブルリーフっていうモンスター一応出しといて、で、なんかその、まあ、超絶大抵、グレートバブルリーフでビートするみたいなデッキなので、割とその、きついんですよ。あの、処理されるのがモンスターをね、簡単に。まあ、怪獣きついし、あとはまあ、展開力高くて、なんか普通にその、魔法トラップを割られるとかいうこともきついので、まあ、カイザーコロシアムは割と、まあ、実用的なんじゃないかなと思ってますね。まあ、神戦の枠とかなんのかな、そうなると。神戦は、相手のライトニングストームとかで魔法トラップ破壊されるとか、そういう効果を一応止めようと思って入れてるんだけども、羽防止とかね。はい。まあ、これが一応、まあ、なんだ、あの理想展開というか、はい。まあ、割と簡単でしょ、これ。まあ、これやっときゃいいんですよ。まあ、リンセスは、とりあえず。で、これでアネモネの効果を使って、次の初動も確保していくと。で、シーホースを回収して、ね、バトルオーシャンの効果も使って、グレートバブルリーフにめっちゃ装備して、で超打点の完全耐性モンスターを、まあ、爆誕させていくと。でモンスター装備させるのを、こいつ、さらにこいつ、まあ、3体までね装備できるんで、こいつ、はい。で
こいつと。あの、除外したいモンスターを、墓地に残して、グレートバブルリーフに除外して、ワンドロー入れることができればいいので、まあ、こうですね。で、結果を一枚セットして、はい。まあ、神戦あれば、まあ、だいぶ、いいんじゃないでしょうか。まあ、ライトニングソードがケアできますしね。さあ、相手の妨害がね、ないんですよね。基本的にマリンセスって。まあ、だからいいデッキではあるんですけども、基本的に、相手の動きを阻害するみたいな効果ないので、完全体制で相手の展開受け切るみたいな感じなんで、まあ、テクノイザスとか、まあ、神戦とか、このウェーブ来たら強いね。ウェーブはめっちゃ強いです、これ。これ最強。あ、おい相手もマリンセスや。やべえ、マリンセスミラー来た。財前葵 VS 財前葵。ブルエン VS ブルエン来ましたよ。僕結構ブレインズ割とにわかなので、途中までしか見てないんですけども、まだ、なんか80話くらいまでしか見てないんですけども、ブルーエンジェルはね、1期よりも2期の方が好きだね。1期の衣装よりも2期の衣装の方が好き。これ召喚権無効にしたら相手は動けないだろ、これ。神戦ぶち込んで、ちなみに、マリンセスはもう意外、一応分かってるつもりなんで、この召喚権潰すともう結構モンスター展開できないんですよね、あのデッキ。言うて、セット。まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。まあそんな感じなんですよ、マリンセスって。だから意外とね、まあ展開、妨害貫通力がないです。いないか。グレートバブルリーフの効果、発動しない。手札から、切ってないといけないから、ちょっと発動しなくてよくて、展開伸ばしていけばいいから、リンクに出したところで、展開伸びないな。これは普通にリンク召喚を伸ばしていった方がいいな。とりあえずシーホース召喚する。で、1体でブルースラック出してっていう動きをしていけばいいか。ブルースラック。これ8000出んのかな。ブルースラック出していこう。1体から、エクストラモンスターゾーンにね、出せないからね、打点を上がる、要は装備して打点上げるみたいなね、効果はね、使えないんですよ、2体目は。で、ブルースラック効果使って、シーホースを回収していく。で、シーホースは、マリンセスのリンク先に出せるので、シーホースを一応出せるんだけれども、リンク3で、なんか伸ばしていった方がいいのかな、これ。でも一応これこうか。で、コーラでも、ね、出して、リンク3まで繋いでというので。アネモネ出してだな。で、アネモネでシーホースつって、リンクさん伸ばして、で、いいのかな？これ8000いくこれ。で、これアネモネ効果。で、シーホース出す。はい。で、リンクさん出す。このさ、ウニ出したら伊達いくつこれ。アネモネに5分にする。で、これでリンクさんだろ？はい。これでいくつ打点。46と、27。あー、ちょっと足んねえな。7、8、9、10、11、12、13。ちょっと足んねえな、おい。ちょっと足んねえな。グレートバブリーフの効果使って、除外して500上げて、あと200？あと200か。これが特殊召喚するのは？あ、これ、こっちだと意味ねえか。こっちだと打点がねえか。これ0か、これ。7500。あ、ミスったー。ミスったー。あ、ひらめいたわ。抹殺指名者撃てやんだ。ちょ、すごい強引にワンキル取れますね。抹殺の指名者で、なんかカードを除外すると、効果無効にできるんですけども、まあ、裏だかなんかでいいか。裏だって言っといて、で、抹殺しといて、はい。ほで、はい。で、これでグレートバブルリーフの打点上げて、えれえ強引だな。えれえ強引なワンキル方法来たぞ。いけ。うい。200だろ。これ計算間違ってねえな。2700。はい。あ、オッケー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 。対戦、ありがとうございました。プレイングがばいんですけど、許してください。対戦、ありがとうございました。いやなんもねえか。いや、誘発握れないやつは遊戯王をやめちまった方がいいっていうのはよく言われてますからね。結構さ、最近まあ割と、まあ僕の動画って割と、その、まあ、エンジョイ動画だと自分では思ってるんですよ。まあ言うて、まあ普通にその環境デッキとかも取り上げますけど、割とそのエンジョイ寄りのデッキが多いかなと思っているので、まあ結構初心者の方とか、
あまあ、いよいよそんな知らんけど、なんか、まあ、ちょっとだけ知ってるみたいな人も結構見てくれてると思ってるんですよね。で、マスターデール、正直、環境はそんな甘くなくて、ぶっちゃけその、エンジョイデッキで勝ち抜けるほど、正直甘くないんですよ。なので、マスターデール始めるときはね、覚悟していただきたい。ぜひ。ランクは、ほとんどまあランクはしかないので、まあ、一応フリーマッチってのもあるけど、まあ、サレンダー祭りがね、横行してるんでね、まあ、しょうがないですよね。フリー対戦なんて自分が気持ちよくなるためだけに、マシュラスしかいないから、まあ、サレンダーが、まあ、多発しているのは当たり前なんですけども。なので、ね、まあ、誘発、テクダイ誘発をぶん投げる環境でデュエルすることになるので、基本的には。なので、まあ、あれですね、まあ、覚悟してください。マスターデールをやる場合は。誘発と握れねえやつは、もう遊戯をやめちまった方がいいレベルで、遊戯王ってそういうパワーカードの応酬になってるんで、なんか昔ながらの遊戯王がね、楽しみたい方はね、あれですよ、ルーム戦とか、まあ、友達と一緒にやるしかないと思う。ある程度コミュニケーションが取れるね。で、そこで、提案なんですが、僕ね、竜の幹部会っていうね、まあ、コミュニティがありましてね、メンバーシップやってるんですよ。メンバーシップでは、毎週、ものすごいね、まあ、エンジョイ寄りの大会を開いてまして、でそこで、そういう、まあ、まあ、エンジョイデュエルみたいなのはできるんで、よかったらね、メンバーシップへのご加入をお待ちしておりますと。いうことで、宣伝をしっかりと入れて、相手のソルティアもしっかりと見て、なんだこの展開、わかんねえ、見たことねえ、なんかすげえソルティア始まりそう。ちなみにこのゲームマジで展開クソ長いから、相手のターン基本的にはね、相手のターンでやること考えておくといいですよ。まあなんだろう、別ゲーやるとか、まあ、漫画読む、小説読む、などなど、トイレに行くなどなど、マジで相手のターンもクソ長いから、普通平気で5分とか経ってるから、5分10分経ってるから、マジでやることを考えておいた方がいい。このゲームやるんだったらね、なんかその電車の乗ってるちょっとした時間とかでできるようなゲームじゃあんまないね。こいつガチでやべえぞ、おい、ローズ東京送りつけてきたこれ、バハムートシャーク、何、おい待て、ちょっと待って、ローズ東京邪魔だな。ローズ東京クソ邪魔だな、クソ邪魔なんだが、バハムートシャークからの出た、あ、シットゴレムだ、うん、まずいぞこいつは。なんか俺のフィールドにいるとやばいことがいろいろ起きるぞ。このカードがモンスターにさせないから自分はモンスター特殊はできない、まずい。そしてスタンバイフェイトでなんかバンダメージが入る、やばいこと起きてる、なんだこのゴミデッキは。アシットゴーレムさんが送りつけられると俺はモンスター特殊ができるぜ、完全に場面ロックされたということか。えアシットゴーレム2体目、こいつしかもスタンバイフェーズ、これそうだね、モンスターの自分のモンスターの初心者に自分のスタンバイフェーズを発動するこのカードのエクシスを一つ除くと、エクシスがないこのカードは攻撃できない、やばい、やめとけ。お前何してんだお前、何してんだお前、ミラリオン来る、ミラリオンパイソンも来る、ミライリオパーセンも来る、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。これ僕今何が起こってるかっていうと、自分のタイムが来た瞬間に、まず4000バーン食らって、4000バーン食らって、モンスターを特殊召喚できない、これ特殊召喚できないと、このエクストラデッキのモンスター全部死んでると言っていいですよね。アドバンス召喚するモンスターいませんね、僕のデッキに上級モンスター入ってませんので、かなりやばいことが起きているのではないでしょうか。ガーデンローズトークンとかいうのもクソ邪魔ですし、アシットゴーレムパイセンのなこのスタンバイフェーズ、なんか自分2000ダメージ受けるってやつもやばい、痛い、え、何も発動できんって草、何も発動できんって草、やばいってこのデッキ、ちょっと待って。おい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 、ちょっと待ってくれ、そのデッキレシピ教えてくれ。